客さんなの？こんにちは。この子は俺の娘で、市民というんだ。少々人見知りでね、市民。パパはお客さんたちと話があるんだ。いい子だから自分で遊んでいなさい。ま、わかった。さて、この業界でセノの名を知らない者はいない。で、お二人は？オイラはパイモン。こいつは旅人だ。正直、単独行動ばかりしているセノにも仲間がいるなんて思ってもみなかったよ。だからトラッカーが離れたのを見て、セノが何も手に入れず帰ったと確信したんだ。だが、たとえ囚われの身でも、俺は君たちを説得したい。調査はここまでだ。なぜだ？制作、販売、利益の割り振り、各作業には数十人から100人単位のものが関わっている。みんな高い利益を得るために集まってきたんだ。この苦労して掴んだサプライチェーンを維持するために、誰もが全力を尽くすだろう。いくら君でも必ず壁にぶつかる。それに、もし成功したとしても、君に感謝する人は誰一人いない。君自身も悲しむことになるだろう。それについて文句はない。誰しも自分のこだわりがあるものだ。はあ、パパ、これ、お茶、お客さんのも。ああ、お客さんにお茶を出すのを忘れてたよ。ありがとうな。大丈夫。その、うちのお茶は苦いでしょ。だから、パパからもらったキャンディーを入れたの。少しは飲みやすくなるかも。本当にいい子だ。キャンディーはまだあるかい？ないならまた、今度買ってあげよう。ありがとう、パパ。それじゃ、休んでくるね。関わる人は高い利益を得る。そう言ったな。だが、とてもそうは見えない。実は、個人的なお願いがあって、それを君たちに相談したかったんだ。娘は生まれた時から難病に悩まされてきた。心臓や肺が普通の子供より弱くてね。ちょっと激しい運動をしただけで、意識を失い、命に危険が及ぶんだ。だからあの子には、小さな頃から遊び相手がいなかった。一日中部屋に閉じこもって、かかり続ける薬代の負担もなかなかのものさ。俺はもともとはただの一般商人だったんだ。朝早くから夜遅くまであちこちを走り回ったが、稼いだ金では全然足りなかった。日に日に弱っていくあの子を、ただ見ていることしかできなかった。だがある日、ある人が金儲けの道を示してくれたんだ。それが缶詰知識の商売か。そうだ。おかげで俺は大金を手に入れ、やっとあの子の治療をちゃんと始めることができたんだ。元気になっていく姿を見て、俺は誰よりも幸せだと思った。俺のようなものは他にもたくさんいる。缶詰知識の密輸は君たちにとっては許せないことかもしれないが、俺たちにとっては生きるための手段なんだ。こんな話をしたのは、ただこれをお願いしたかったからだ。調査をやめてくれ、瀬野様。どうか俺たちに生きる道を残してくれ。そんな、つまりオイラたちが缶詰知識の販売を禁止したら、あの女の子は。それでも俺は真相を突き止めなきゃならない。あの子の病気を見てくれる人を探すことはできるが、缶詰知識の密輸に目をつむることは決してできない。そう言うだろうと思ってた。だが、君の言葉をもらっただけでもう十分だ。どうしても調べたいのなら、家の奥を探してくれていい。つい最近仕入れた貨物が置いてある。それを見ればわかるだろう。これだけの箱が整然と並んでいるとはな。しかも、
たった一人の商人の拠点に過ぎないのに、この数小さな工房じゃ到底生産できない。まさか本当に強霊院が。いや、これほど大量の貨物が市場に流されているのに審査しないはずがない。なあ、ここら辺の缶詰知識なんだか違うぞ。もしかしてこれが起源の庭を記録した缶詰知識なのか。ああ、おそらくそうだ。待て、これは、これはマハマトラの検閲用の印章だ。この印があれば貨物が検査を通過したという証になる。トラッカーを見つけた時、強霊院の誰かが関わっているのではと疑ったが、あれだけの数の缶詰知識を強霊院から送り出す方法がわからなかった。今ようやくはっきりしたよ。この印象がある貨物は二次審査を通さずとも強霊院の出入りが自由になる。だから深掘りさせたくなかったんだな。信じられない。規則を破ったのはマハマトラ自身とはな。なあ、一つ頼んでいいか。これらの缶詰知識は強霊院から出たものだ。起源の庭に関する知識は強霊院に封印されている研究資料を参考にしたのかもしれない。資料室に行って記録を確認すれば黒幕がわかるはずなんだ。だが俺の今の身分では気軽に強霊院は行けない。警戒させるだけだからな。この件お前に調査を頼めないか。ナビルに手紙を書いて資料室まで案内させる。おう、オイラたちに任せろ。俺はこの間を利用してやりたいことがある。黒幕の手がかりは強霊院を指しているが、明らかに強霊院以外の勢力が関わってる。バーハリから他の商人の情報を手に入れられるだろう。俺はここに残って事前準備をするから。強霊院を調査なんかしたらすぐあいつらの耳に入るぞ。遅かれ早かれ、奴らはきっと俺と俺の娘を見つけ出す。心配するな。その前に俺が奴らを探し出す。安心できないのなら知ってる参加者を吐いてくれ。手がかりが増えるほどお前たちも安全になる。はあ、分かったよ。